県は柏崎刈羽原発の経済効果を調査し、年度内に公表する予定です。今日の県議会一般質問で、未来新潟の樋口英俊県議が、原発事故発生時の経済的損失も県の調査対象に加えるべきではないかと質問しました。事故発生時の経済的損失については、試算の前提となる柏崎刈羽原発での事故や被害の対応を特定することが困難であることから、今回の経済効果に関する調査自体には無害としておりますが、その一方で、今後の再稼働に関する議論の中では当然考えられるものと理解しています。知事はこのように述べ、事故発生による損失についての判断材料を提供する可能性を示唆しました。